2つ目のキーワードこちらです。じゃんじゃん子供に歌手を教えて社会に出たかった。はい、ということで北さんご自身は、はい、上のお子さんが双子さんだったのね。そうです。はい、双子ちゃんが生まれて、はい、いくつ違いでまた下の子も一人ね、11歳。11歳、11歳離れて。はい、あ、そうなんですね。そうなんです。11年ね、離れるとね、10年一昔で子育ても全然違うんですよ忘れちゃったわ、忘れちゃったわ、もう本当に初めての子育て2回やったみたいな。いや、でも一人だったので、あ、はい、赤ちゃんってなんて可愛いんだろうって思いながら子育てしました。なるほど、そっか、はい、1回目と2回目の子育て全然違いました。双子の時はね、うん、あっという間に3歳になってしまったので、もう本当に赤ちゃん可愛いんだなって。でもなんて一人って楽なんだろうみたいな。そう、ここがポイントなんですよ。札幌から転勤で、はい、ご主人の転勤で、どちらに行ったんでしたか。釧路に行きました。釧路に行きました。釧路に転勤いたしまして、はい、なので初めての、まあ、子育てを。そうなんです。双子ちゃんなのに、初めての子育てで双子ちゃんなのに、はい、自分で一人で育て、知らない土地でね、そうなんです。友達も何にもいないところで育てた経験があるということ。これどうでしたか。はい、いや、本当に寂しかったですね。本当になんかお友達もいなかったんですけど、なんか近所の子供たちがこう遊びに来るようになって、うん、子供たちに助けられました。なんかそこの市営住宅って、あのベランダの要するにその隣の家との囲いがすごくこうちょっとしかなくて、うん、下をこう子供がくぐれるぐらいだったんですね。そこ行ったり来たりしてたんですね。そうなんです。それでなんか双子を見に来たいみたいな感じ。珍しいしみたいな。そう、ベランダから入ってきました子供たちが。玄関じゃなくてベランダから、はい、子供ジャカジャカ入って、赤ちゃん見せてとか、赤ちゃん見せてって覗いてましたいいよって言って、ね、そうですよ、本当、うん、なんか赤ちゃんだけでこういると日本語を喋れないので、はい、子どもたちとこう話すことで私も少しストレスが解消されました。わかる、この日本語が話せないっていう感覚子育てしたお母さんみんなあると思う、最初のうち ね、あれストレスですよね。そうです、本当に喋、れない、泣いてるだけなので喋れないっていうのがとっても大変でした。なので、あの双子ちゃんを育てたんだけど、そういうこう近所の子供たちがわーわーしてこう遊びに来てくれたんで、うん、まあ言ったら大変かもしれないけど、うん、孤独にならずに済んだ。そうなんです、うんうん、そのうちにお母さんたちとも仲良くなれたし、はいはい、そうなんです、ちょっと障害のあるお子さんとも仲良くできて、はいはい、ちょっとその子が障害があっても大きかったので、うん、家事を手伝ってもらいました本当ですか。そうなんです、お洗濯とか、昔はね、布おむつだったので、紙おむつがなかったので、なんかパン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 ってこう干すやり方を。双子ちゃん布おむつで育てたんですか。えらい、すごい。なかったんですもん、紙おむつはなかったよ。本当いつからできたんでしたっけ紙おむつ。私最初から紙おむつありましたよ、病院で、うん、そうなんだ、なかった、うん、本当、うん、ちょっと違うんじゃないきっと。そうですかね、うん、ちょっと違うと思います。本当、うん、昔はなんか貸しおむつみたいな布おむつを貸すっていう北栄ベビーサービスっていうのがあったんだけど、その頃釧路にはなくて、うん、みんなね、双子ちゃんどうやってやってるのって言ったら、うん、北栄ベビーサービスに頼んでるよっていう情報は得たけど、うん、はい、残念ながら釧路にはなくて、おや乾燥機にね、大きい乾燥機あるじゃないですか、あのそこに乾燥機にあの干しってうちの夫が言ってました。そうなんです、すごい、そう、それ聞いてまたすごい、ほんと、そうなんですこれがどんだけすごいことか。そうなんです、うちの夫も最初は家事やらなかったんですけど、双子のおかげで家事できるようになって、まあ、夫のねおかげもありますね。さっきキーワード子供でしたけど、子供ってキーワード子供でも、ね、家事を教えて、夫にも教えましたいや、あの双子ちゃんは、北さんはですね、あのもともと双子ちゃんで大変でしょってさっきからもう私もそうだし周りにも随分言われたんだけど、最初から双子ちゃん欲しいと思って、私双子ちゃん生まれたからっておっしゃるんですよ。そうなんです。そしてなんか家事を教えて社会に出ることを最初から夢見ていた、そうやって子育てをしてきたって言うんですけど、はい、なんか元ネタの絵本があるそうで。そうなんです、うん、その
タイトルはちょっと忘れました、うん、皆さん見つけてくださいイースターウサギがのお話です、はい、でウサギちゃんが何匹もこう生まれて、うん、そのウサギちゃんに子育てを教え、あの子育て、家事を教え て、でお母さんはそのイースターウサギになるために、うん、こう日々その子供たちに家事を教え、自分も訓練してそのイースターウサギになっていくっていうお話が、で素晴らしいイースターウサギ、普通のイースターウサギじゃなくって、うん、子育てをしてたからこそこう感じるこの思いやりのあるいいウサギ、いいイースターウサギになるっていうお話がある、まあ、素敵。そうなんです。そんなお話、絵本を読んでいたもんだから、はい、私も双子ちゃんを産んで、はい、イースターウサギになるわ。そう子供たちに、はい、実際ね、私ね、はい、こういうふうには言ったけど、でもあかんかったっていうオチになるのかなと思ったら、どうも来たけ違うらしいんですよ。そうですよね、うちの夫にも教えたっていうのもありますけど、はいはい、子供たち、あの11歳こう離れて生まれた時に、はい、下の子が ね、うん、生まれた時に上は5年生で、まあ、2人で協力して洗濯をし、ご飯支度をしてくれたのが一番助かりましたね。つわりでひどかったんですって、お嬢さん2人が助けてくれたって、はい、さすがです、ね、いや助かりましたよ、本当に、ね、寝ながらこう指示をするんですね、うん、お母さんこの先どうみたいな感じでその先はねみたいな、ケチャップ入れてみたいな感じで、ちょっとだけアドバイスをして、でやっぱり本人たちは2人いたからできたっていう、はい、双子ちゃんっていいもんです ね、大変そう大変そうと思ったけど、うん、そうみたい、2人でこう乗り切れたっていうのが良かったみたい、助かっています。で本当にそういう、こう、まあ、双子ちゃんで大変だったところ、まあ、ご近所の人もそっと来てくれたし、はい、本人たちも家事を覚えてくれたし、で子供たちがいっぱい遊びに来てくれるおかげで地域の人みんなとも仲良くなれたもんだから、はい、双子ちゃんの子育て実は楽しかったそうなんですよ。楽しかったです、本当に楽しかったです。もう家族ぐるみの付き合いをして、はい、本当にあの7年半いたんですけど、もうランチってうちのが会場になって、うちが会場やっぱりね動きづらいから双子ちゃんに、そう、うちのが会場になって、はい、こうご飯を食べたりとか、みんなでこういろんなところに出かけたりとかやっていました、もうだからね、札幌にまた転勤が決まって帰ってくる時なんか地域みんなで涙涙で見送りしてくれたそうですよ。そうなんです、その時ビデオを撮ってくれた人がいてビデオがあるそう、ビデオがあるんですよ。もうそれを見てもうみんなでね、北さん元気かなって毎日見てますよって言ってくれました。泣かせる ね、本当にお世話になりました。すごい、ね、その説は本当にありがとうございま ありがとうございました。釧路の皆様、釧路の皆さんでも私あの北さんの話聞いていてね、なるほどと、あのその時にやっぱり子育てって地域でみんなで子育てするとこんなに楽しいかとか、あとやっぱり自分のですよ、自分のまあ夢、将来の夢とか社会にどうやって出ていくっていう夢も描けるし、実際それをまた実現することもできるしっていうところを実感されて体感されてるから、だから私北さんといえばプチトマトじゃないですか。はいね、そのプチトマトのやっぱりベースになったのかなと思うんだけど、はい、どうですか。そうですね、本当になんかやっぱり自分がいろんな人に助けられてきたので、なんかいろんな私たちだけじゃなくて子育て支援っていうけど、まあ私たちが助けるじゃなくてこう地域の人をこうつないで、こう顔の見える関係を作っていって、声をかけ合えるような地域を作っていって、そうすると孤独にこう子育てしていても声をかけられるっていうことが、どんなにその人にとって元気づけられるかっていうのをやっぱりちょっと体験していたので、なんか声をかけてくれるっていう関係がこの地域の中に今孤立してますけどできてたらいいなって思います。はい、はい、さあそんな北さんです。北さんにそれではですね、これからの3つ目のキーワードでこれからの話を伺っていきたいと思います。3つ目のキーワードこちらになります。じゃん。